ぼちぼち時間だ。アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一味。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町、ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。こら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。ま、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このストンキョウが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。俺より派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロだが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。やっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲。海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。あの男、死を覚悟して笑ったのと、海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。島
市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。街中で大砲を使うなんてむちゃくちゃね。砲台を抑えて砲撃を止めるのよ。オーナーマモカさん、私たちも出ます。ドローのアツオ、待ちなさい。ドロノア・ゾロ、海賊狩りだったあなたが今度は海賊ですか。その刀、そんな名刀があなたみたいな悪党の手にあるなんて許せません。奪うのか。この刀は渡せねえんだよ。私は世界中の悪党たちの手に渡った名刀を取り戻すんです。名刀和道一文字回収します。やってみな。三刀流王義三刀流。海兵として、兵士として、ここで負けるわけにはいかない。この刀が欲しければもっと強くなるんだな。私諦めませんか。おい、攻撃をやめさせろ。この間隔直接行って捕まえた方が確実だ。今の攻撃で海賊どもはひるんでいるはず。一気に取り押さえると。三刀流ゴゴゴゴのキャノンボンドフォー。まだわからねえか。黙々の身の能力で俺は自分の体を煙に変えられる。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。悪運尽きたな。突風だ。今のうちだ。早く。お前ら走れ。今ので広場の門が開いた。ぐずぐずすんな。雷の次は突風だと。これが全て偶然か。まるで天があの男を生かそうとしているようだ。だが、やつが何者だろうとも、俺が逃がさねえ。必死。必ず追い詰めてやるぞ。先回りして奴らを待ち伏せる。バラバラに逃げた方がいいわ。メリーゴーで落ち合いましょう。
ムゴムのやつは許せねえ。叩きのめして島を出るぞ野郎ども。クソゴムの退路を塞いでやれ。逃がしゃしないよ。あの男は私のもんだからね。そこのお兄さん、ちょいと助けとくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉様。港はそっちじゃねえぞ。たぶん、あの魔性の女を倒すしかねえな。やっと気温が下がり続けてる。それにあの雲、雷はさらにひどくなるわね。こうすれば、飛来心を壊していけば、追っ手を妨害できるかもしれないわよ。三刀流ロゴムのキャノン、ボンドフォNick!
欲しいな。急げ、早く船を出さねえと嵐で出航できなくなるぞ。おい、これ見ろ。なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったら、賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白領の相撲か、本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。麦わらの一味、逃がしません。首を取っちまえ。
時は敵をどうにかしといて。逃がしません。ゾロノはゾロ。すごいやつだな。また雷が落ちた。バギー船長、雷を避けていきましょう。少し遠回りすれば安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まあ待て、奴らは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏をかいて遠回りするのも悪かねえ。ギャハー、さっさと行くぞ野郎ども。船長、あいつら遠回りするみてえだな。内心を壊しといて正解だったぜ。この刀は渡せねえんだ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。しまいにはあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、ラシギース、てめえ何やってんだ。いいから引っ込んでろ。すいません。三刀流王儀。海賊、両手のバディがいたぞ。太平など花から相手に誰の花が入っちゃうんだ。あいつらが潰し合ってくれりゃ好都合だぜ。俺様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。てめえ、今日だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心しとくんだな。三刀流殺。行儀は悪いな。この後のノーキャノン。ボンド砲。お前ら出航の準備ができたぞ。急げ急げ、ロープが持たねえ。三刀流奥義。早く乗って船出すわよ。逃がさねえと言ったはずだ。また来た。
あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。三刀流王子さん、よしでかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえつえ。ここで捕まるわけにはいかねえ。俺の部下に手出してんじゃねえよ。ですが、上が何というか。俺に指図するな、とそう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかし、お前何も。こんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。やるな。